関係データベース。おはようございます、マサルです。今回からデータベースの分野を勉強していきます。まずは関係データベースについて勉強していきましょう。それでは始めます。平成31年春、問95、関係データベースの操作を行うための言語はどれか。あ、FAQ、 い、SQL、 う、SSL、 え、UML。 どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、い、SQL が関係データベースの操作を行うための言語です。それでは解説していきます。データベースとは決まった構造で整理されたデータの集まりのことを言います。まずはデータベースが存在しない場合を想像してください。会社の中で部署ごとにそれぞれバラバラのデータを管理しています。この状態だと各部署で共通のデータを修正したり編集したりするときにどんどん整合性が合わなくなってしまいます。そこで利用するのがデータベースです。データベースは決まったデータ構造で整理してデータを管理してくれます。各部署はデータベースによって管理されたデータを利用することで常に整合性を保った最新の情報を利用することができるようになります。データベースのイメージ、なんとなくできましたか？ではもう少し詳しくお話ししていきます。データベースにはいくつかの種類があります。その中で今回取り上げるのは関係データベースという種類です。関係データベースとは表と表の間の関係を定義することでデータを管理するシステムのことを言います。例えば左側に社員表という表、右側には役職表という表があります。データベースはこの表と表との関係を定義してデータを管理します。具体例は後ほど説明しますので、ここでは関係データベースというものは表と表との間の関係を定義することでデータを管理するシステムというところを覚えておきましょう。そして問題文では SQL という言葉が出てきました。 SQL とはリレーショナルデータベースを扱うための言語です。ちなみにリレーショナルデータベースというのは関係データベースの別名です。参考書によってはリレーショナルデータベースと書かれていたり関係データベースと書かれていることもありますが、両方同じものを指しています。データベースを利用するときには SQL という言語を使って命令を行います。その命令を受けたデータベースは該当の結果を応答します。では問題を見直しましょう。関係データベースの操作を行うための言語はどれか。正解は SQL です。その他の選択肢はデータベースとは関係ない言葉なので今回は説明を割愛します。次の問題です。平成30年春、問81、顧客名と住所、商品名と単価、顧客が注文した商品の個数と注文した日付を関係データベースで管理したい。正規化された表として適切なものはどれか。ここで下線は主キーを表し、顧客名や商品名にはそれぞれ同一のものがあるとする。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあが正しい選択肢です。それでは解説していきます。初めて見ると複雑に見える問題だったんですが、まずは問題文のキーワードから理解していきましょう。まずは正規化という言葉が出てきました。正規化とはデータが重複したりデータ更新時に矛盾が発生しないような状態のことを言います。例えばこちらの社員表をご覧ください。社員表では社員番号、氏名、所属部、部長の情報を管理しています。この表は正規化されていない表です。例えば今まで営業部の部長だった誠さんが引退して新しく舞子さんという人が営業部の部長になるとします。右側は更新後の社員表です。こちらにあるように一部更新漏れがあり営業部の部長が誠さんのままになっています。
このようにデータ更新時に矛盾が発生する可能性がある状態は正規化されていない状態といえます。ではどのようにすれば正規化できるのでしょうか。見てみましょう。正規化する場合はこのように社員表と別に部長表を用意して部長 ID と部長の氏名を一つの表で管理します。こうしておけば部長表にある誠という名前を舞子に更新すると社員表の中の部長の情報を矛盾なく更新することができるようになります。正規化のイメージなんとなくつかめたでしょうか。本来は今お話ししたのと同じ理由で所属部署も別の表で整理しておくのが好ましいのですが、今回はイメージをつかんでもらうための例なので所属部署の正規化については割愛しておきます。では次に主キーについてお話しします。主キーは1位に行を識別するための情報です。1位というのはただ一つという意味です。つまり他と重複してしまう値ではいけません。社員表の例では社員番号が主キーにあたります。この社員番号は社員が個別に持っている値なので1位に社員を識別することができます。また主キーは空欄を表すヌルであってはいけません。何かしら情報が入っていないと主キーとして扱うことはできませんのでご注意ください。正規化と主キーについてなんとなくイメージができるようになったら選択肢の表を見てみましょう。まずは正解選択肢のアがこちらです。選択肢の情報をもとに簡単な表を作ってみました。注目したいのは注文表の情報です。注文表の中では顧客番号と商品番号で表が構成されているので顧客表と商品表から情報を取得することになります。つまりデータ更新時に矛盾が発生しない正規化されている例だと言えます。その他の間違い選択肢を見てみましょう。イの選択肢です。注文表に注目してみてください。注文表には顧客名と商品名があります。この場合例えば顧客名マサルから株式会社マサルに名前を変更したいときに注文表と顧客表両方を修正する必要が出てくるので更新漏れが発生する可能性があります。このような場合情報が重複していることになり正規化されていないことになります。次はウの選択肢です。こちらも先ほどと同じように注文表の情報の中に顧客名の情報が入っています。顧客名が変更になったときに更新漏れが発生する可能性があるのでこちらの例も正規化できていません。次は絵の選択肢です。こちらは注文表の中に顧客名と住所があります。例えばマサルという顧客が複数の商品を購入したとします。するとマサルの情報が複数できることになります。その後例えばマサルの住所が東京から大阪に変わったとき注文表の中の住所すべてを更新する必要があり更新漏れが起きてデータの整合性がなくなってしまう可能性があります。よって絵の選択肢も正規化できているとは言えません。では問題を見直しましょう。顧客名と住所、商品名と単価、顧客が注文した商品の個数と注文した日付を関係データベースで管理したい。正規化された表として適切なものはどれか。ここで下線は主キーを表し顧客名や商品名にはそれぞれ同一のものがあるとする。正解はあ。少し難しい問題ですがよくわからないなという方はまずは正規化とはデータが重複したりデータ更新時に矛盾が発生しない状態のこと、主キーとは1位に行を識別するための情報、このキーワードの理解から始めてみてください。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回からデータベースについて勉強します。データベースを実現するための有名な製品をここでは勉強します。まずは PostgreSQL です。 PostgreSQL は無償で利用することができる製品なのでプログラム開発の練習用に用いられたり小規模システムのデータベースとして利用されることが多い製品です。次は MySQL。 こちらも無償で利用することができますが商用利用の場合は商用版を利用する必要があります。商用版では利用環境に応じたパッケージを用意しているので小規模から大規模まで様々な環境で利用することができます。最後はOracleデータベースです。
日本でシェア率がとても高いデータベース製品です。オラクルは高パフォーマンスでかなり大規模な環境でも利用できるということで、利用している企業さんも多い製品です。データベース製品もいろいろありますが、概要だけでも掴んでおくといろんな話についていくことができそうですよね。それでは最後に復習です。平成31年春、TOEIC95、関係データベースの操作を行うための言語はどれか。正解は ESQL です。次の問題、平成30年春、TOEIC81、顧客名と住所、商品名と単価、顧客が注文した商品の個数と注文した日付を関係データベースで管理したい。正規化された表として適切なものはどれか。ここで下線は主キーを表し、顧客名や商品名にはそれぞれ同一のものがあるとする。正解はアです。正規化、主キーというキーワードの理解から始めてみてください。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは、一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく、横のつながりが作れるようなさまざまなイベントを用意して、皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。